タップ事件、08番目ですね。研究が悪いのか書き方が不十分なのかという本質問題に触れたいと思います。スタップ事件ではですね、マスコミとか批判する学者の多くにですね、論理的な破綻があるような気がするんですね。つまりもう根本が違うような気がするんですね。どうしかって言いますと、具体的な批判は例えば図の貼り間違いのような論文の書き方を言ってるんですが、結論は研究そのものがダメだって言ってるんですよ。いやいや、論文の書き方が下手だったら別に論文直しゃいいんで、論文の書き方がダメなのか研究そのものがダメなのか、途中で論旨がひっくり返っちゃってるんですね。例えばもっとひどい時に小保方さん自身が、その研究者としての資格がないって言ったら、何言ってるんですかって、研究者としての資格がないっていうことは研究がダメだっていうことですからね。ネイチャー論文の批判は、最初は写真の貼り違いと写真に手を加えたこと、つまり論文の書き方の方が指摘されですね、その後小保方さんの過去の卒業論文、博士論文のコピペと問題とかですね、実験ノートの不備など、本人の研究姿勢に批判が集まってるわけです。しかし、私が論文読むとですね、写真の問題はあっても、それは論文の書き方のうまい下手とか示している資料の正確さであってですね、普通の文章で言えば文章の一部が抜けてる時もありますよね。私なんかもよく主語が抜けてるとか言って文句言われるんですけど、テニオ派が修正されていないという類であって、本体のその文章が言ってる本体のことじゃありませんよね。もちろんテニオが間違ってていいって言うんじゃないんですよ。いいとか悪いとかって言うんじゃないんですけどね。それから写真は70枚ぐらいありましてね、多くは適切なものが使われております。70枚のうちの65枚は適切でしょうね。だからほとんど適切なんですよ。それから論文の説明の仕方、文章の構成、文献40ぐらいありますが、それの引き方などですね、引用の仕方ですね、30歳の研究者としてはもう上出来ですね、これは。私はそう思います。さらにそれはね、上出来だと思ったからネイチャーの査読委員が通したんですけどね、それは当たり前ですけど。さらに論文に示されていることは何かというとですね、細胞がかなり痛む刺激を与えると文化がリセットされる可能性があるということなんですよ。いや、もうこれはね、画期的なんです。これは明確に述べられてるんですよ。別に写真が1枚2枚間違っててもですね、これはちゃんと述べられてるんですね。だから研究としては問題ないんですよ。ちょっと多くの人がご存じないことをちょっと2つ紹介しますが、1953年、20世紀の最高のノーベル賞と言われるワトソン・クリックの DNA 論文ですね。これは今度と同じネイチャーに掲載されたものなんですが、今度みたいな本論文ではなくて、小保方さんの方がずっと上なんですけどね、ノートと言われるものでわずかに2ページですよ。だから実験方法全然書いておりません。もっとも彼らは自分のデータを使ったんじゃなくて他人のデータを使ったんですが、私が言ってるようにコピペとか他人のものを使うっていうのは自然科学では別になんてことないですからね。若干それを批判した人はもちろんいましたけど、だけど別にノーベル賞をもらう傷にはならないんですよ。正しいことですから。やっかみの人もいますからいろいろ言うんですけどね。それから詳細な説明もちろんありません。2ページですから。今度ね、私1回こう読んで、半日としては15ページぐらいあったような気がするんですよね。ただ全然小保方さんの論文の方が詳細なんです。だけどワトソンとクイックがそこで言ったのは、 DNA は螺旋、二重螺旋だと、それが生命の源だという画期的な着想をしたんですよ。これがノーベル賞なんですよ。2ページでもいいんですよ。実験を変えなくたっていいんですよ。全然そんなことじゃないんですね。後にノーベル物理学賞を受賞した日本の江崎レオナ先生ですね、この確かフィジカルレターだと思うんですよ。フィジカルレターっていうのがあるんですけどね、雑誌に。我々とそのいい雑誌なんですけども、物理系では有名な雑誌なんですが、雑誌って言いますか、そのレターの部類なんですけども、これも簡単な2ページの論文を投稿してノーベル賞を受賞しました。これは後にですね、私江崎先生と親しくお付き合いしてた時にですね、江崎先生が直接私にこの論文のコピーを、私はこの論文で賞をいただいたのですとご参考にということで渡されました。もう簡単な記述でびっくりしましたね。たった2ページっていうか1ページ半ぐらいだったと思うんですけど、1枚のグラフがあるだけです。それで PN 接合っていうのは半導体なんですけど、半導体の接合が薄い時にはもともと絶縁状態にあるはずなのに電子が流れるという、そういうグラフがあるだけなんですよね。それに簡単にこのグラフはこういうことですと書いてあるだけなんです。
で、電子というのは障壁があって、電子的なポテンシャル表障壁があってもそこを通過しますという、まあ、これも画期的な、今全然僕ら考えてもないことが書かれてるわけですよ。だから何を言ってるかって言ったら、人間の着想の素晴らしさってのはどこにあるかっていうと、詳細をきちっと書かれているってこともないし、書かれてる内容にちょっとした間違いが含んでるということでもないんですよ。そんなことを問題にする人はね、普段からつまんない研究してるからなんて、まあ、こんなこと言ったら怒られますけどね。そこに示されている考えが、これまで人類がほとんど考えたことではないということをですね、少しの事実から導き出したことなんですよ。だから当然ですね、それは不確かであり、危ういものなんです。間違いも含んでるんです。全然間違い含んでても構わないですね。そうしないと学問は進歩しません。未知のことですからね。そのものをですね、例えばワトソンとクリックの DNA の二重らせんとか、江崎先生のトンネルダイオードなんかの、そのたった2ページの簡単なものを見てですね、あ、なるほどなと思う人がいてですね、その人が実験をしたり研究をしたりして、だんだん膨らんでいって、やがて巨大な発見とか人類の福利に役立つものなわけですね。だからスタートはですね、ポロッと言ったっていいんですよ。どうもね、これ二重螺旋なんじゃないかと思うんですよ。これだけでもいいんですよ。これだけでもノーベル賞なんですよ。それから見たらね、なんか日本の変な学者がですね、論文にはこうしたらできると書いてないとかね、他人が追試してもできるような記述がないって、ましてですね、70枚の図のうちの2枚間違ったから論文自体がダメだとか、研究者と資格がないとか、常識に外れるとか、何言ってるんですかね。それは多分ですね、なんか日常的な作業だけをやってる人じゃないでしょうかね。そういうことで、私ちょっと厳しいこと言うんですが、あまりに小保方さんが不当に批判されて、もう日本の研究本当に大きな打撃を受けるような感じがするので、これでも小保方さんがアメリカでも行ったら大変ですからね。で、まあ、ちょっとお話したいんですが、今度のスタップ事件はですね、僕は、私がマスコミで言ったように、悪人が善人を批判してるっていう感じなんですよ。悪人の方を批判してる。その悪人って言ったらちょっと失礼なんですけど、まあ、私が見るとですね、科学の進歩の体験をしてない素人の人たち、これしょうがないんですよね。だって基礎研究をやってる人って少ないですから、これしょうがないんだけど、そういう人たちだから、その人たちがなんか追試ができてないじゃないか。いや、追試なんかできるないんですからね、最初は。だってその DNA の論文なんか追試のしようがないですよ。方法が書いてないんだから。だからもともと書いてないんですからね。それから大騒ぎをしたい、マスコミ、とにかく物事を大騒ぎしたい。まあ今日のなんかどっかの放送でね、小保方さんの指輪に、あ、手に指輪がしてないとかあって、まあ、かわいそうですよ。あなた何言うのっていう感じですよね。それから、それに乗って有名になりたい他人の批判が好きな学者。いやー、こういう人もいましたね。まあ、こういう時はそういう人出てくるんですが、まあ、原発の時の御用学者と一緒ですね。それから、研究をお金や名誉でやってる人っていうのがいるんですね。これはどういうことかって言いますと、例えば実験ノートをつけてなきゃいけない。研究には実験ノートいらないんですよ。ただ、研究をお金にしようとすると、実験ノートがいるんですね。ですから、お金を目当てに研究している人が実験ノートいると言ってるだけのことですからね。まあ、これはまあ、何かの折に詳しくもう一回説明します。それから、学生が時々出てきましてね、よく勉強しないので、先生が個室やデータの間違いはダメよとか言って怒られた子供とか青年ですね。これはまあ、自分は卒業論文は個室は絶対ダメだと先生に言われましたと。いや、それはね、あなたがうまく文章を書けなかったからよと。そういうことなんですね。だから先生は勉強のために、私もそうしてるんですね。学生の卒業論文は大体にしてはですね、君序論のとこもちゃんと書けよと。グラフも他人のグラフを切り貼りしてもいいんだけど、やっぱり一回自分の手で書いて、まあ、自分が研究したことを自分のものにしときなさいと、こういうふうに言うんですよね。だからコピー自体のが悪いんじゃなくて、そんなこと言ったらワトソン・クリックは実験しないでノーベル賞もらってるんですからね。だからそういうことではない。これもね、後に次回ぐらいに詳しく説明をしたいと思うんですね。まあ、そういう人たちが騒いで架空のところに作ったってことです。火のないところに煙を立てて日本の科学に大きな打撃を与えたという事件だったと私は思うんですね。こんなことしちゃいけません。
論文を読んだら私はこう思いましたね。ああ、なかなかいい論文だな。私はですね、また違う受け取り方しました。私は実は生物の細胞の研究をしてるわけじゃないんですが、こう思いましたね。ああ、なるほど。今まで進化、生物の進化というのは、むやみやたらと進化したうち、それに適合した生物だけが生きてきたというふうに言われてたけども、どうもこの論文読むと、何かの機会に、非常に厳しい環境の中に置かれた細胞が、その時の環境に合った新しい生物を作ってきたのかなと、こういうふうに思いましたね。つまり、ある論文を読んだ時に、学者はですね、その論文と自分の今までの関心とか研究と結びつけて、新しい着想を得るわけですよ。そういう着想を得られるような、新鮮なアイデアが、で、その論文の中にあるかどうかなんです。それが学問では最も大切なんですね。それ以外にも大切な論文ありますよ。標準的なことが書いてあっても非常に大切な学問も進歩するものもありますが、今度ので論文はそうじゃありませんね。やっぱり、あ、なるほど、こういうこともあるのかと。こういう論文ですからね。そんな時に、ちょっと図が間違ったのはいいって言いませんけどね。そういうことは問題にしたり、なあ、追試ができないからとかね、記述が不十分だからって。それはね、あれだけの長い論文書いて70枚の図を貼ってね、リファレンスを40も取るって言ったら少しは間違えますよ。だから、その、人の欠点だけ探したっていう感じですね。それで、日本の科学者と日本の科学にダメージを与えたと。大きな事件でしたから、もうできるだけ早くここから回復したいというふうに思いますね。